今週の青学。はい、今週は土曜日に10日ですね、成績開示が行われます。どうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですね。リカちゃんはいや、ちょっとドキュアンですから。そうですよね、実況できそうです、ね。はい、3月11日に東北の震災から丸7年、はい、3月9日に被災地を覚える祈りの会というものを開催いたします。東日本大震災、原発事故、そして熊本の地震の被災地を覚える集いとなっておりまして、チャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂で行われます。考えたり、していくことが大事です、ね、大切ですね、はい。あと3月11日に青山フィルメイト2018というものが開催されます。はい、場所は青山学院のアスタジオで、様々な大学の方に、例えばこんな映画祭好きな空間できましたというテーマで、映画とあとミュージックビデオを制作していただいたので、それを公開します。なるほど。誰でも行けるんですか？はい、青山フィルメイトのツイッターの方にメールアドレスがあるので、そちらの方にメールをしていただければ、どなたでも参加することができるので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。